落合分子村は大正時代から昭和初期頃までの間、東京府豊玉郡落合村に分子や芸術家などが集いわゆる分子村が形成された地域の古障である。落合分子村はまだ落合地域が東京近郊の農村だった大正末期に始まった。近隣に目白文化村という大規模な宅地分譲計画による邸宅地があったものの、 落合文子村はそれよりさらに西側及び南側に当たる、まだ開発されていない地域に住んでいた文子たちによって形成された。はじめは前衛芸術家が住居を構え、それに触発されてアナーキストや共産主義者が集うようになり、やがてプロレタリア文学の画像になっていく。昭和初期のプロレタリア文学の流星には多くの文子が落合の地を訪れ、 中には定住する者も,も現れた。最盛期の1932年には70名程度の分子が住んでいたという。その後、1933年頃からのプロレタリア文学の衰退後は、尾崎和夫ら信仰の作家らが居住するようになり、落合分子村は新たな顔を持つようになった。その後、林文子らを除き、多くの分子たちは落合を去り、 落合文志村という特筆すべき交流は第二次世界大戦前には解消した。村山智義落合文志村の形成は関東大震災が起こった1923年の1月に前衛芸術家村山智義が上落合の地に住居を構えたところから始まる。村山が知り合いの前衛芸術家を誘いマボというグループを作った。やがて、 斬新な芸術が認められ、次第に認知され始め、やがて翌1924年に、同米のマボという文学や彫刻、絵画などを取り扱ったアヴァン・ギャルト氏が発行されると、文学面にも影響を与え、既存の日本文学の伝統を打ち破る新しい時代の文学として認められた。これに触発されて、多くのアナーキスト詩人などが村山の家に集まるようになる。 また、同1924年に文芸戦線などプロレタリア文学の雑誌が発行されるようになると、左翼系の作家たちの動きが盛んになり、やがてプロレタリア文学という一つの潮流が生まれた。1925年には日本プロレタリア文芸連盟という左翼系の芸術家、作家の組織が生まれ、村山も参加。やがて、 村山の家はマルキストたちの集うサロンになった。1923年に関東大震災が起き、東京の街が西へも拡幅され始めた。1924年には、落合村は落合町へと変わり、徐々に人が住み始めるようになる。1927年には、現在の西武鉄道が開通し、下落合駅と中井駅ができた。 そのような環境で、落合文志村は形成されつつあった。1926年には、日本プロレタリア文芸連盟は、日本プロレタリア芸術連盟に改組される。この頃に、プロレタリア文学は、日本文学史における、一大潮流となる。しかし、日本プロレタリア芸術連盟には、次第に内部分裂が見られるようになる。 1927年には日本プロリタリア芸術連盟から老能芸術家連盟がまず分裂して、さらに老能芸術家連盟から前衛芸術家同盟が分裂した。落合文史村にはこの前衛芸術家同盟が上落合に本部を置いた。このようにプロリタリア文学の団体は三者定律の様相を見せた。しかし、翌1928年には、 プロレタリア文学団体の統一が早くも模索され、ついに全日本無産者芸術連盟という形で統一された。本部は上落合に置かれた。このようにして落合の地はプロレタリア文学の画廊となった。この頃には多くの文子が落合を訪ねてきたり、後に定住する者も現れた。1928年には落合の地に国際文化研究所が設立される。 メンバーはナップ系の文人で占められてた。これは世界各地の左翼系の文化を紹介するというのが目的で落合のプロレタリア文学にも多大な影響を与えた。しかし当時の落合文子村はこうしたナップ系だけでなかった。アナーキーの詩人やいわゆる芸術派の動きもあり女流作家の動きもあったバラエティに富んだ構成であった。まず、 アナーキー詩人の雑誌として創刊された、黒色戦線の発刊元、黒色戦線者は、本部は、上落合にあった。1929年のことである。1930年には、当地在住のアナーキスト詩人、小野聖三郎、秋山清らによって、雑誌、弾道が創刊された。林文子また、落合文志村で有名になった、林文子が、 当地に引っ越してきたのも1930年である。彼女は同年発表した放浪期で一躍分断に格好たる地位を築いた。当地には辻山春子、大田洋子、八達瀬子、尾崎緑、宮本ゆり子、平林太子などがこれらの前後に落合に住居を構えていた。1931年にはナップは日本プロレタリア文化連盟に吸収され、 雑誌、プロレタリア文化を発刊この頃が、落合分子村におけるのプロレタリア文学の最盛期と見ることもできる。しかし、翌1932年には、国の思想弾圧が激しくなり、それが、落合分子たちにも及んだ。コップ系の分子たちは次々と検挙された。これにより落合系のプロレタリア分子の組織も壊滅的な状態に見舞われた。 翌1933年昭和8年には次々と天候へと変更していったが天候を拒んだ者もいた。いずれにせよ、度重なる思想弾圧により1933年までにはプロレタリア文学は退調し、それと入れ替わるように文学界や行動といった非プロレタリア文学が盛んになってきた。 段数尾1933年には、尾崎和夫が神落合に引っ越してきた。尾崎和夫の住んでいた長屋は、尾崎の作品名から、なめくじ横丁と呼ばれていた。尾崎はようやく分断に認められ、段和夫と同居することになったのである。当地には、太宰治村も、頻繁に訪れ、やがて、上野武雄など当地に在住した分子もいる。翌1934年には、 段ズオが、番、尾崎和夫が、世紀、上野武尾が、現実という雑誌をそれぞれ創刊した。かつて、プロリタリア文学の画像であった、落合文子村とは、性質の異なる文学の一拠点になりつつあった。プロリタリア文学と芸術派文学の融和が、試みられてきた時代であった。この他に、坪井久し、八達瀬子など、落合文子村から、 多くの分子が育っていた。人民文庫への投稿や文学界再編等があったものの、やがて落合の地を離れる分子が現れてきた。1941年の太平洋戦争が没発した頃には、落合分子村という特筆すべき交流は終わったとされる。一時的に滞在していた分子芸術家を含む、など、林文子記念館。ありがとうございます。